こんにちは、フィフィです。日本の処理水放出に反対して日本産の水産物のボイコットが呼びかけられている韓国で、韓国の水産物の市場の方々が、魚が全然売れないと悲鳴を上げています。政府が安全だと言っても、 韓国のマスコミや野党議員たちが科学的な根拠を無視して日本の処理水は危険だと消費者を煽っているからなんですユン・ソンヨル政権は処理水の放出に反対こそしないものの今も日本の処理水のことを汚染処理水と呼んでいます。 反日が刷り込まれた韓国国民からの支持率を意識して処理水に汚染という言葉をくっつけて汚染処理水と呼んでいるんです、まあ、政府がそんな態度だから韓国国民が不安になるんです、まあ、そもそも韓国は反日国家なので科学的に何も問題がないとどれだけ説明しようが聞く耳を持ちません はじめから日本のやることは気肉はないという頭なんです。まあそうでないなら日本の処理水より濃度の高いトリチウムを含んでいる中国の処理水について反対していないとおかしいんです。というか韓国の処理水も日本の処理水よりトリチウムの濃度が高いんです。まあ日本の処理水について騒げば騒ぐほど日本産の魚どころか韓国の魚が売れなくなって 漁業関係の人が困るんです。また、韓国の漁港の近くのお寿司屋さんも大変なことになっています。韓国鳥が鳴いて、まあ、一部のお寿司屋さんはもう朝からお店を閉めたままです。これも、処理水について大騒ぎをしている人たちがおかしいのに、こうした水産業に携わる韓国の人たちは、日本の処理水放出を止められなかったユン・ソンニョル政権が悪いんだと、厳しい政権批判をするんです。 韓国の与党議員たちはみんなでお刺身を食べるパフォーマンスをして問題ないなんてアピールしていますが日本に対する抗議の声は収まる様子がありませんえむしろ日本製品をボイコットしようと再びノージャパン運動まで起きているんですこれ中国でも日本製品のボイコットが起きていますしかも魚だけではなくて、 日本の化粧品や衣類なんかをボイコットしようともう全く水産物とは関係のないものにまで広がっているんです韓国も中国も何を根拠に処理水放出を反対してしかもここまでのことを呼びかけているのかもはや世界に恥をさらしていますよねしかも自分で自分の首を絞めているんですアメリカの CNN N は経済専門家の意見として 中国は日本にとって最大の水産物の輸出市場ではあるが日本の食品輸出の15%から20%に過ぎないしかも日本の食品輸出は日本のすべての輸出の1%に過ぎないだから今回の件で日本のダメージは少ない万が一中国が日本からすべての食品の輸入を禁止するようなことがあっても 日本の GDP への直接的な影響は約とこのように報じていますむしろ大好きな日本の魚を食べることができない中国や韓国の人々が困るのではないでしょうかというか自分の国の水産物が売れなくて自国の水産業者が苦しむだけなんです。 で、実は今、中国各地では、韓国で起きたのと同じように、潮の買いだめが起きています。で、こうした中国人民の間で動揺が広がっていることを受けて、中国政府と国営メディアが、人民に対してこんな呼びかけをしました。潮の買い占めなんて韓国がやるようなことをするな。 我々は韓国人よりも理性的だなどと呼びかけて事態の沈静化に乗り出していると報じられました中国の人々が韓国の人より理性的なのかわかりませんがまあ実際にこうして使用の買い占めが起きているわけですからただ中国政府は韓国をこうやって馬鹿にしていますがこっちから見たら中国も大して変わりませんただこうした混乱が起きているのは中国政府が人民の不安を 煽ったからなんです。これまた自業自得です。あと中国や韓国では暴徒化した処理水反対派が日本大使館や日本人学校を襲撃する事件も起きています。中国の日本大使館にはレンガが投げ込まれました。 これについて中国外務省の報道官は日本が一方的に処理水の放出を始めたことが原因だなんて日本側に責任があると主張したんですそしてこうした過激な行動を注意することはしなかったんです怖いですよね中国の日本人学校にも石が投げ込まれましたまた中国の SNS には最近日本は世界の悪性主要だ 日本人はいなくなるべきだといった、まあ、日本を敵視するような投稿も相次いでいますこうしたことに関しても中国政府は放置なんです中国共産党指導部への批判はすぐに削除するのに日本への攻撃的な問題投稿は放置なんですねこれ中国にいる日本人は十分に注意するべきです正直中国への渡航危険レベルを引き上げた方がいいと思います また中国から福島の飲食店への悪質なもう大量ないたずら電話もあったそうですで。韓国でも同じようなことが起きています。ソウルの日本大使館では建物に侵入したとして大学生少なくとも14人が警察に逮捕されました。処理水放出への過激な抗議活動をしている中国の人に日本のメディアが取材したんですけど なぜこのようなことをするのかという問いに対して気分がスカッとするからと答えていました日頃の生活の鬱憤を晴らしているのでしょうか中国も韓国も今経済状況が急激に悪化しています今後こうした過激な抗議活動がさらにエスカレートする可能性があるでしょうまあそれにしても中国が日本を敵対視して 中国が処理水放出にイチャモンをつけてくるのはまだわかります。まあ、本当に今は中国は日本の敵国だからです。日本は中国への半導体輸出を規制していますから、まあ、これに対する報復として中国が日本の水産物を全面的に輸入禁止にするという意地悪に出ているんでしょう。まあ、ちょっと気になることがあったんですが、 中国が日本の水産物を全面的に輸入禁止にしたことについて日本の野村農林水産大臣が大変驚いた全く想定していなかったと発言したんですねこれ逆に驚きました中国はもう戦争の準備に入っていますし日本に半導体の輸出規制をされているわけですから 今後もあらゆる手段で水産物に限らず日本に意地悪をすることは想定の範囲内でなければいけないと思います。大臣としてあまりに危機意識が低いのではないでしょうか。それにしてもこうしたことが背景にあって中国が反対するならまだしも。日本と同じ西側諸国の枠組みにいてしかも日本から 経済支援を受けている韓国が日本の処理水放出にイチャモンをつけてくるのはやばいんです。もう日本政府は韓国に経済支援をしなくていいと思います。あともっとやばいのが日本国内の反対派です。なんと日本の国会議員の中にこの韓国や中国と同じ言い分で科学的な根拠を一切無視して 処理水放出に反対している議員がいるんですもうどこの国の国会議員なんでしょうか韓国や中国と同じで日本を落とし入れたいんでしょうか福島で行われた処理水放出反対デモは日本の社民党が主催していましたしかもここに韓国の議員も参加していたんです まず他の国で外国人による政治的な活動は認められていません。しかもこれ、ただのね、単純に外国人どころか、議員たる人が日本でやっているってアウトですよね。この集会には、社民党代表の福島みず穂議員と、共産党の岩渕智議員、小池晃議員、あとは立憲民主党の 石垣紀子議員が参加していたそうです石垣紀子議員は集会で汚染水と連呼していたんですがこれに対して立憲民主党は放置なんでしょうか立憲民主党の幹部は処理水という言葉を使っていますまた処理水の放出に反対して過激な言動を繰り返して世間から批判を浴びている令和新選組に至っては日本の処理水を放射能汚染水と呼んで 放出の撤回を求める声明を英語で SNS 上に発信しています。一体何の目的なんでしょうか代表の山本太郎氏は福島の原発事故が起きた後福島産の食品をべくれてるつまり放射能汚染をされていると表現してバカにしていました。批判されてまあ謝罪していましたけどそれ以前に 心がないんでしょうか普通こんなこと言えません、えー、今回もそうですが風評被害を拡大させて日本の水産業の人たちを苦しめているのはまさにこうした人たちなんですしかもそれが日本の政治に携わっている人たちなんですから情けないです一部の水産業者が処理水放出に反対していたのも こうした彼らが振りまく風評被害を恐れてのことです、まあほとんどの日本国民はこうしたデマに流されないで処理水放出に理解を示していますが今回日本のためにならない、まあ、むしろ日本を陥れるような政治家というか活動家があぶり出されましたさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄に どんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします